バーシーはインターネット上でチャットを行うためのコンピュータソフトウェアの一つである。リレー方式でチャットを行うインターネットリレー社の GNU ゼネラルパブリックライセンスによるクライアントであり、ティモシライネンが開発し、1999年1月にリリースされた。C 言語で書かれており、通常の操作にはテキストモードを使用する。 Unix 系のオペレーティングシステムで動作することを第一に書かれたが、シグウィンを使えばマイクロソフト Windows 上でも動作する。Windows 上で直接コンパイルして実行することも可能だが、多くの便利な機能を使えるようにするにはさらに手間がかかる。MacOS 専用バージョンも存在し、テキストモード版では、Fink や MacPorts を使い、ネイティブのグラフィカル版は、m a c c a r s と呼ばれ、 他にアシックスと呼ばれる別のグラフィカル版もある。かつてはココアを使ったコリキもアーシの IRC コアを使っていたが今では別の IRC コア実装を使っている。テキストモードの IRC クライアントはアーキーのコードを元にしていることが多いがアーシは最初から独自に書かれている。そのためセキュリティやカスタマイゼーションといった問題への対処が素早い。見た目や 操作法をカスタマイズする様々なモジュールやパールのスクリプトが利用可能である。プラグインを導入することでシルクや ICB といったプロトコルにも対応できる。色紙の設定はユーザーインターフェースからでも設定ファイルを直接編集しても行える。設定ファイルの文法はパールのデータ構造に似ている。ありがとうございます。